2週ですよ。2週目ですね。もう2週目がちゃんと迎えられるなんて奇跡ですよ。ありがたいですよ。前回までね、まさかの終了っていうね。1回目で終わるんじゃないかって。先週は、まあ、慣れ初めとか、ね、あとはね、あのマーシーとの野菜の話が全くあの合わなかったという。いやいや、もうあんなにも噛み合わないとかあるのかと。あんなにも噛み合わない。思いましたけれども、トマト、はい、トマトジュースしましたけど、ね、兄弟だ言ってたのにね。本当だよね。祖先兄弟だ言ってたのに。じゃあこの番組ね、はい、何か足りないなと思ったら、はい、オープニングジングルがないんですよ。オープニング、はい、あの番組の最初って大体あるじゃないですか。ありますね。なんか、はい、なんかレッテレーみたいな。あ、はいはいはい、レッテレーはちょっと効果も欲しいけど。そう、はい、なんかせっかく今3人これ揃ってる収録なんで、はいはいはい、僕今日はもうギターを出したね、武器、はい、ありがとうございます。もうこれがあれば僕はもうこれはねご飯食べなくても生きていけるということは意味が分かる。これがあれば何でもやれる、何でもやれるということで、一緒にね今日曲のジングルを作りたいなと思っております。僕一方的じゃなくて、みんなと作る、皆さんと作るです。お、今いっぱいいますからね、今日も、はい、みんな、ね、あの連帯責任ということで、ね、ここはそう責任だよね、やりたいと思うんですけど、もうもうミュージシャンもう、あ、そうね、もういますから。いや、もうその道20年のその道22年、困っちゃったわ。なんでもメインになるの。え、マッシーは今 NGT に入って今何年なんですか。今先日4月28日でオーディション合格させていただいて3年で、今年から4年目に入ります。やっぱ早い、あっという間。あっという間でしたね、結構、はい、まあ、思い返すとやっぱりいろんなことあったなって思いますけれども、やっぱりあっという間だったなって思いますね。いろんな思い出が、はい、ね、あと自分の顔がめちゃめちゃ変わっているっていうのがすごい。顔、顔が、顔はやっぱり苦労して綺麗になっていったみたいな。なんか前は加入時は18歳で加入したんですけど、はいはいはい、18歳と見えないぐらいの幼さが、あ、もうね、すごい、もう生まれたての、もう本当に生まれたての子羊か生まれたてのような顔だったんですけども、18歳の頃とかってお化粧とかってのはしてたんですか。してたんですけれども、うんうん、全然なんか子供みたいな顔していて、うんうん、で18歳で高校卒業した年なのに、そうだよね、うん、はなんか中学生みたいな顔、今からしてみるとそう思うぐらいなんですけど、もともと童顔じゃないですか。そうだね、どちらかというとね。はい、でもなんか今こう大人っぽい顔になったなっていうのはすごく顔の変化を感じます。マッシーが大人っぽい顔したら僕らどうなるんですかね。もう老けてます。もう3年前の写真とかも見たくないですもん。現実見たくないですもん。18歳の時見たいからね。もう逆に見たいな。響きがいいもん、ね、18とかいいですね。10のくらいが1くらい、何でもできちゃうもんね、今はね。20だもんね。もう僕らリミットありますから。そうそう、いやいやいや、だって半分片足突っ込んでるから人生終わってるもん。半分突っ込んでるから。そんな話もね、最後にまた聞きたいんですけど、はいはいはい、ジングルをね、ちょっと作ろうかなと思ってて、なんかどうしようかな、フレーズみたいなとかって、はい、ちょっとまずみんなからもらおうかなと思うんですけど、何でもいいんですか。ショートフレーズ、まあまあ、一応新潟野球チャンネルなんで、はい、野球関連の言葉が欲しいなと思うんですけど、どうですか。じゃあまず永山さんからちょっと、何でもいいですか。何でもいいですよ、とりあえずバーッと言ってくださいよ。バーッと、何でもいいですか。うん、じゃあとりあえずロジンバックでいいですか。ロジンバック。じゃあ投げるときに使う滑り止めです。あの、パッと煙が出る。そう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 、あれロジンバックっていうの。ロジンバックって言うんですよ。あら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 、恋のロジンバックでお願いします。恋のロジンバック。恋の滑り止め。そっち系ね。そう、恋の滑り止め。恋の滑り止め。なんか、お年を感じますね。お
しを感じる。出るね、やっぱりね。出ますね、はい、だって俺すっごい嬉しいもん、声の路地幕が。なんか、そう、絶対キュンってしちゃう。その手を離さないみたいなね、路地幕が。滑らないよみたいな。滑らないよみたいな。もうこれでいいっすね。これ決まったね、もう。これで決まった。声の路地幕。いや、面白い面白い。一つ入れましょうよ。入れる。え、マッシュなんか考えとく。どうしよう、私、うん、全力疾走とかしか。あ、いいじゃん。いい。あ、なんかぽいぽいぽい。なんかぽいね。なんか何この差。なんかあの清涼飲料水のなんかこう CM とかになんか出てきそうね。いいね、全力疾走みたいな。全力投球。あ、いいね。まあ、マッシュらしいね。もうなんかなんかもう言わなきゃよかった。恋のロジンバックと全部シスは結構あれですね。だいぶ違うでしょ、だいぶ違うでしょ。全然おもろいな、視点が全然違うから。だいたい10秒ぐらいの番あの番あのジングルにしようと思ってるので、ジングル憧れてたので嬉しいですね。すごく全力疾走、恋のロジンバック、全然わかんない。CM みたいな。キャッチキャッチフレーズ的な。ホームランとか。あ、いいね、ホームランいいじゃん。もうなんかホームランいいですよ、はい。野球チャンネルファミリーの皆様は何か、なんか出てくるでしょ、出てくるでしょ、出てくるでしょ。え、あれはあれ危険球、愛の危険球。出た。あれ世代近い。ありがとうございます。だんだん演歌っぽくなってるでしょ。いいよいいよ。もうなんならそういう曲出てそうですよね。なんかありそうですね。ありそうなぐらい。愛の危険球。あれもうできたじゃないですか。できちゃった。それでいいんじゃない。結構いいね、揃いましたね。恋のロ、恋のロジンマック、全力疾走、うん、ホームラン、愛の危険球。どうしよう。大丈夫か、この番組。全部のパンチが強すぎて。そうだ。でも面白いかも、なんか。ちょっとそういう。インフィールドフライ入れてほしいんですよ。すげえマニアック。インフィールドフライ。インフィールドフライ。もうマニアックやな。簡単にご説明すると、どんな感じでしょうか。いや、マシお願いします。いやー、私。いやそう、しっかり把握しきれていなくて。インフィールドフライは塁が埋まってる状態で、要は、はい、まあ、恋ラッキーをした時にゲッツーを取られないようにインフィールドフライっていうルールがあって、はい、ワンアウトランナー一塁とかで、まあ、内野フライ、簡単な内野フライがあった時にそれを落としてしまって、わざと落としてゲッツーを取ろうと思えば取れるじゃないですか。それをあの恋ラッキーをしても、まあ、とりあえずもうランナーアウト、あ、バッターランナーアウトだからランナーは行きますよっていう状態をインフィールドフライっていう状態なんですよ。駆け引きみたいなところ。あ、そうそうそう。もうゲッツーが取れるフライは基本的にはもう、あ、簡単なフライ、内野フライで、おなるほど、まあ、全部インフィールドフライっていう宣告。その時に審判がインフィールドフライって宣告したら、もうランあバッターランナーはアウト。それはもう審判のジャッジなの。ジャッジです。これ結構難しい。審判が一番難しいのはそこなんですよ。インフィールドフライ。面白い。難しいです、インフィールドフライ。そうね。でもインフィールドフライと恋は同じくらい難しい。おお、来たね。ほら、出てきたよ、出てきたよ。なんかもう。すごいの来たな、すごいの来た。シンデレじゃなくて歌なりそうだ、これ。大丈夫ですか、大丈夫ですか。あ、それでじゃあ、あのコーラスで、あのウグイス嬢が言う、あのファールボールにこっちください、入れてください。コーラス、コーラスでいいです。ファールボールがこっちへください。それじゃマッシュ、ファールボールこっちへください。2パターンぐらいいけそうな感じなんで、ちょっと何パターンかちょっと作って。なるほど。週替わりで、週替わり。インフィールドフライと同じくらい、なんつったっけ。恋は難しい。恋は難しい。ちょっと恋愛の曲にしようとしてないですか。俺は私はしてないですけどね。おもろいおもろい。いや、いいフレーズ出てますね。でもだいぶ出てますよ、これ。こっちでピッチャーだとやっぱクイックを入れてほしいですよね。吸収ですね。オープニングとオープニングとエンドでもいけそうですよね。あ、いいですね。あ、エンドでも、あ、いいね。そう、なんかオープニングはやっぱりちょっとカーンと元気よく、あの、アップテンポでいって、で、ちょっと最後の方はちょっとこうマイナーな、あのちょっとこうノスタルジックな感じ。いいですね。終わると、はい、あ、いいじゃないですか。インフィールドフライ。ちょっとクイックも入れてるんです、クイックも。何？クイック、クイック、クイック、クイック。投げ方ですか？そうそう、投げ方。あの、盗塁されないように。やっぱ野球ってそう考えると、いろんな言葉が、そう、専門用語があるんですよ。僕自身、本当思いますね、それ。聞いてくださってる方が、うん、ん？はてはて、これは何だっていうことが起こっているかもしれないですし、はい、クイックでナイス中山さんって思っている方がいらっしゃる。クイックは 1.2 って。1.2? 1.2 秒なんですよ。あ、マニアック。え、1.2 秒以内に投げるってことですか？そうそう、1.2 秒でクイックをすると、うん、一応あの昔の赤星選手をさせるっていう、まあ、キャッチャーが 1.8 で投げるからなんですけど、うん、っていうのがあるんですよ、ちゃんと。なるほど。1.2 じゃ 2.0 か。合わせて 3.2 で赤星選手が1塁から2塁に盗塁したんですよ。え、え、え、え？ 3.2 で盗塁したんですよ。
3.2秒で。3.2秒ない？そうなんです。ベースって何メートルあるんですか？ベースは1レグ2が、10…22 ぐらいあるのかな。結構あるよ、それ。そう、それをもちろんリードしてるから、うん、で、そこから切るから。で、3.2 でやってたから、ピッチャーが 1.2、キャッチャーが 2.0 以内に投げなさいなんですよ。そこが基準なんですよ。じゃあその思いが 3.2 秒届くんですか？そういうこと。さすがです。その届いた思いは、こういうのキャッチャーミットね。ちょっと待って、ちょっと待って。今のディレクターとカメラマンのセリフだからね。D と C、D と C。 いいですか？全然出ますね、フレーズ。それいいね。すごい大盛り上がり。すげえな。これ YouTube 一番撮れたかあるわ。面白いですね、2周目ね。いいっすね。いいね。そう、これじゃあ、これは気長に作りますよ。すぐ作って。まずはオープニングはすぐ作りますよ。すぐね、3分でも作る。オープニング、なんかどんなのがいいかな。なんかせっかくだから3人で歌えるのがいいじゃないですか。ね。クイッククイッククイック。今の動き。出てよ、この年代出てよ、これ。あれ、戻ってた。まあ、YouTube ではカットしますけど。入れといてくださいね。クイックダンス。そう、クイックダンス。なるほど。でもちょっと元気系がいいですね、じゃあね。そう。まあ、これはじゃあ僕、まとめとくので、まあ、来週か、その次の週ぐらいには、オープニングジングルガスッと入れるようにしたいな。楽しみです。じゃあ僕らが歌う場所もあるわけですね。もちろんです、もちろんです。やった。インフィールドフライかクイックがいいな。それかもう中ちゃん後ろでずっとこう踊ってもらう。声が入って、前回左手は添えるだけ。そう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 、映像だとやっていたみたいな。マジバン持ってて。いや、面白いですね。いいね、それはいい、それはいい。ちょっとじゃあそんな感じでジングルもね、進めていきたいなと思いますけども。思い残したないですか、マッシュ、大丈夫ですか？はい、ジングルはもうお任せします。あ、そうですね。はい。で、さっきのね、最初で話したその、マッシュの今3年 NGT にね、なって、で、いよいよ来月もリリースもね、控えてるあれですけども、オーディションとかがやっぱりほら、あるわけじゃないですか、ああいうのって。テレビ番組でもよくやってますけども、あれ実際どういう、やっぱりすごい緊張感があると思うんだけど。緊張感すごいあります。すごいでしょ。はい。もう本当にやっぱりもうみんな自分それぞれ人生をかけてそこに来ていて、それこそ私就職して働いていたんです。え、あ、そうなの？そうなんです。高校卒業して働いていて。え、そうだったんだ。はい。え、ちなみにそれは何やってたか。それは歯医者さんの受付で。わあ、似合う似合う。そう、ちょっとドキッとしちゃった。似合う似合う。そうなの。働いてて、で、このオーディションが、もともと他のオーディションを受けて、48グループのオーディションを受けて、で、ダメで働いて、で、また NGT2 期のオーディションが始まって、で、家族も、もう今回がラストチャンスって、2位受けていいよっていう、応援してくれて、で、新潟でもう家族総出で来てくれたんですよ。あ、いいね、あったかいな。はい。で、そうなんです。もう、私も、これがダメだったら、もう諦めて働こうって思っていたので、すごく人生かけていましたし、もう他の子も、すっごい人生かけてました。まあ、ライバルもね、もちろんたくさんいたと思うんだけれども。すっごい緊張しましたね。そのオーディションで歌をほら歌うわけじゃないですか。ね。ちなみにそれってクスクス笑わないでください。笑ってないですけど。いろんな歌あると思うんですけど。まあね。ね。X 時とかね。そうそう、いろいろあるじゃないですか。青春とかね。まあ歌ってたくさんの名曲もあると思うんですけど。はい。マッシーは何を歌ったのかちょっと教えてほしいなと。はい、私 NGT48 の出陣という、それと青春時計のカップリング曲。カップリングね。はい。カップリングね。歌ったんですけど。それはなんで青春時計に行かなかったんですか、ちなみに。多分ですけど、インパクトを残したかったのかなっていうのは。なるほど、さすがさすが。ちょっと人と同じよりは違う方向で行った方が、ちょっとこう、まあ狙いもあったみたいな。んですけれども、今の自分からすると、なんでそっちに行ったんだっていうのはすごく、もうちょっとなんか可愛らしい曲とかを歌えばよかったのに、
それは出陣当時は18とかでしょ、はい、18の出陣ってことでしょ、18の出陣、渋いっすね、渋いっす ね, ね静岡から出陣してきたんですけれども、ああそれもかけてたんだね、なるほど、だから受かったんだよね、いやそれはあるかもしれない、ちょっとワンフレーズぐらい歌ってくれたらね、嬉しい、ね、え、あの本当にこれは本当に嬉しくて、え、いいんですか、よっよっよっ、まさか聞けちゃうんですよ、締めで、ついにマッシーの歌声が、もうショールームでダメですよ、ファンの方に歌ってって言われても歌わなかったんですよ、あ、お断りお断りしてもずっと歌わないで歌ったんです、はい、それをここでついに解禁を、おお丸乗りすんじゃねえ丸乗りすんじゃねえ、これあの編集点映像で流し打ってください、どうしましょう、おええええどうしましょう、あちょっと大丈夫ですか、一旦おかみのお伺いを、あ、M に聞いてから、はい、そう、M に聞いて、頭文字 M さんに聞いて、先の M さん、どうなんですか、これは、おおおおおいっちゃいましょうよ、ちょっとね、初今もうリスナーも震えてますよ、マッシーの出陣が来ると震えてますね、CM 入っちゃうみたいな、はい、ここで一曲、そう確かに、このじゃあ、このじゃ今日今週の一曲はじゃあ出陣で、おおいきますか、はい、じゃあワンフレーズをじゃあいただいてからいただいていいですか、いただいて どこでもその、じゃあ実際にオーディションでちょっと歌ったところを、はい、ちょっと歌ってもらいます、久しぶりに久しぶりに歌うんですよ、あ、本当に、はい、はい、うん、ちょっと待ってめちゃくちゃやわびっくりした今この野郎この野郎ちょんちょんって、はい、ちょんちょんって失礼だろ、静かになると歌いにくくなると思うから、ちょっとまあスタッフも含めてですね、みんなにちょっと手拍子かなんかしてあげて、ああいいね、いいね、最後バーって終わればいいかなと思いますね、出陣、ちなみにテンポは、テンポは分かんないです、あ、テンポ早い、分かんない、分かんない、もうちょっと行くね、あ、もうちょっと行く、よーよしよしつけでしょ、違う違う違う、おい尺取りすぎだぞ確かに取ってんな編集だけだぞ、あの私が普通に歌います、あ、いやマジかっこいいな、やっぱりさすが、あの時の緊張感だったらね、そうです、俺確かになんかちょっと汗出てきました、ほんとほんと、はい、お願いします、歌詞不満だよ、歌詞、はいはい、大丈夫、いきます、いいよ、ほっ、はい、さいざ進め、迷わ振り向くことなく進め、まっすぐに、おうほほ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 、前へ、さあ、出陣、出陣、いや、最強ですわ、これがやっぱ受かった証拠じゃないですか、やっぱ度胸あるんですよ、ほんとに、いや、普通に感動してしまったし、やっぱ聞きたいと思う、ね、あ、じゃあぜひとも、はい、聞いていただけたらと思います、今週の一曲、はい、マッシーのその思い出の曲を、はい、じゃあマッシー曲振ってください、お願いいたします、じゃあその前に、はい、今日はこのコーナーの新潟野球チャンネルの、おっ、しっかりしてる、一番しっかりしてる、一番おっさん二人何してんの、ガヤガヤ、本当にいつもおっさん役立たわ、お前毎回ダメ、大事なことを、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、じゃあ YouTube で新潟野球チャンネルで検索をよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます、本日の、はい、今週の一曲は NGT48 の出陣です、また来週、また来週。